今回ですね「天スラ2期」の23話の感想ですねこちら語っていきますんで気軽に聞いていってくださいというわけで早速ですね感想の方入っていこうと思うわけですがまず1つ目ですね戦いの続きというところで、まあ、こうクレイマンとの戦いの続きが ま、こう、描かれていたわけなんですが、まあ、こう、クレイマンがですね、シオンにボコボコにされてしまっているっていうところはですね、まあ、こう、戦闘というよりかは、まあ、こう、ギャグ、ギャグっぽいところがあってですね、まあ、見ていて面白いところではありましたね。まあ、とはいえ、ミリムの相手をですね、ベルドラが引き受けてくれたっていうおかげで、まあ、リムルが、ま、こう、あの戦いの場で自由に動けるようになったんだ、 っていうところが、まあ、今回の勝利の一番の要因のような感じではありましたね。まあ、なかなかね、そういうところが良かったわけなんですが、まあにしてもね、ベレッタがクレイマンの最高傑作をですね、傷一つつけることなくですね、バラバラに分解しているっていうところにはですね、まあ、結構驚かされたなあっていうところではありましたね。そう。まあ、結構びっくりしたわけなんですが、 まあ実際どうやってバラバラにしたのかっていうところに関してはまあ気になるところではありますね。またね、5本指のナインヘッドもですね、まあこうただただクレイマンに支配されていただけだったわけなんですが、まあなんかね、そういうところもまあ意外な話ではあったんですが、まあなんかね、ワルプルギスに来てるぐらいだから、まあ心の底から従っているのかなっていうふうに思ってたんで、まあ支配されていた。 だけだったんだっていうところは意外だったという話ですね。というかね、こう、クレイマンに心から従っている配下が一人もいないっていうところがですね、まあすごい、こう、かわいそうに思えてしまったところではありましたね。そう。まあそういうところで、まず一つ目の感想である、戦いの続きというところ終わっておきます。でですね、 次、二つ目の感想に入っていくわけなんですが、ネタバラシというところで、ミリムからですね、ネタバラシが行われていたわけなんですが、まあこう、実はね、グレイマンに操られてはいなかったっていうところで、まあね、操られているふりをしていただけだったんだっていうことも明らかになったりしてました。あとはいえですね、 クレイマンに殴られてもですね、ミリムが反撃しなかったっていうところが、まあ、すごいよく耐えたなというか、まあ、あれが一番こう、まあみんなを騙すというかね、まあ演技で騙すっていうところに成功した部分だったからね、まあそう考えると、まあそこで、まあこう反撃しなかったっていうのが結構大きかったなっていうところですね。まあ、しかもね、プレイにも裏切られるどころかですね、 まあこう、そもそも味方ですらなかったっていうところがですね、まあこう、クレイマンもなかなか惨めだなっていうふうに思ったりしました。またね、動揺したクレイマンが、まあこう、黒幕がいるっていうこととかをですね、全部バらしてしまっていたわけなんですが、まあそういうところがですね、なかなか面白いところではありましたね。まあ、それと、カリオンもですね、殺されていなかったわけなんですが、 まあこうフレイの隣でですね、まあライオンの被り物をしていたっていうところはね、まあなんかこう安直すぎて、まあ一周回って逆にね、気づかれない感じではありますよね。<laughs> そう。まあこう本当にね、リムルが驚くのも、まあわからんでもないかなっていう感じではありましたね。まあ、本当にね、逆に気づかれにくいよねっていう話で、えー、話で二つ目の感想である、ネタバラシ。 というところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくわけなんですが、三つ目の感想はですね、クレイマンの事情というところで、まあこう、クレイマンがですね、ボコボコにされた中で、まあいろんなことをですね、思い出していたわけなんですが、まあ、元はね、クレイマンも中央同化連のメンバーだったんだっていうところに関してですね、 まあ結構驚かされたところではありましたね。まあ、今まで、今までクレイマンのことをね、まあ、ラプラスやフットマン、ティアの3人がですね、まあ、こうクレイマン、クレイマンってね、まあ、呼び捨てにしているっていうところがですね、まあ、すごいこう、まあ、引っかかっているというか、まあ、上下関係というか、なんかね、そういう感じではないっていうのは分かったんですけど、なんかね、そういうところで、まあ、呼び捨てにしてるっていうところが、 まあずっと引っかかってはいたんですが、まあそれに関してはですね、まあ同族だったからなんだっていうところで、まあすごく納得がいく話ではありましたね。まあとはいえですね、クレイマンの裏で動いていたのはですね、勇気だったわけなんですが、まあこう、まあそれに関してはね、まあ予想通りという感じだったんですが、まあそこでね、カズリーム復活の話がね、持ちかけられていたんだ、 っていうところもですね。あそれでクレイマンも協力したのかっていうところがなかなか面白いところではありましたね。まあ、にしてもね、こうラストでクレイマンがですね、まあ、こう覚醒していたわけなんですが、まあね、こうまあそもそもなぜ高級急に覚醒に至ったのかっていうところとか、まあどれくらいの強さになっているのかっていうところですね。まあそういったところがすごく気になる 気にはなっているところではありますね。まあそういうところで3つ目の感想であるクレイマンの事情というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回でクレイマンとの戦いもですね、大詰めになってきていたわけなんですが、まあ、こうクレイマンがですね、中央同家連のメンバーだったんだっていうところに関してはですね、 驚かされたところではありましたね。またね、クレイマンの覚醒はですね、予想通りだっていうふうにリムルが言っていたわけなんですが、どういったところから覚醒するっていうふうに予想していたのかですね、まあ、その辺が明かされてほしいなっていうところではありますね。あとはね、ミリムがユーラザニアをね、吹き飛ばしたっていうことで、まあ、こうミリ,にミリムをですね、 まあこう追求するっていうところですね。まあこうミリムに対して、まあね、どうしてくれるんだっていうところで詰め寄っていくところもですね。まあ見ていて面白かったなというところですね。まあそういうところとかもあったりしたんですが、まあ、とりあえず次回でのですね、リムルとクレイマンの最終決戦がどうなるのかっていうところで、今から楽しみですというところで、今回のテンスラ2期、 の23話の感想ですね。こちら終わっておきます。でですね、今までにも1話から22話の感想ですね。こちらそれぞれね、過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送もね、合わせて聞いてみてくださいという話と、今日はね、他にも2本更新しておりまして、女神漁のりょうぼくんの10話の感想と、 ハメフラ2期の12話の感想ですね。この2本更新してますんで、よかったらこっちの日本もね、合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、迷宮ブラックカンパニーの第11話の感想と、魔法科高校の優等生の12話の感想ですね。こちらと、白いツタのアクアトープの12話の感想と、スカーレットネクサス、 の13話の話感想ですねこの4本、この4本ね、1,2,3,4と更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方、聞きに来てください。というわけで、本日3本目のラジオの方、終わっておきます。それではまたねバイバイ